ユシショーはフィンランドの映画制作に携わる監督、俳優、脚本からに毎年贈られる映画賞である。1944年に主演女優賞を獲得したアンサイコ年。1944年11月16日、ヘルシンキのレストランアドロンで第1回ユシショーの受賞式が開催された。この賞はヨーロッパで最古の映画賞の一つである。 もともとショーの名前は愛のとする構想であったが、結局現在のユッシに決定した。この名称は1924年と1936年の映画ポジャレイジアの登場人物にちなんでいる。ショーはもともとエレカビジャーナリスティットによって創設されたが、1960年代初頭にフィンランド映画界で働く300人余りの会員を有するフィルミーラに移管した。 この遺憾騒動があったために1960年と1961年は受賞者なしとなっている。ユッシ,ショー賞のトロフィーをデザインした彫刻家のベンレンバル。ユッシ,ショー賞のトロフィーは前日の映画のキャラクターに基づき帽子を被って立っている人物の石膏像となっている。これは彫刻家のベンレンバルによって設計された。現在は息子のセッポレンバルが手作りしている。 一般投票部門を除くすべての受賞者は260人の映画の専門家により構成された協会である。フィルミーラによる非公開投票によって決定される。部門は以下の通りである。ありがとうございます。